い、どうも、アルティメット工房のサミです。今回キング&プリンスコンサートツアー2020 L&と書いてランドの公演が決定いたしました。この動画ではキング&プリンスコンサートツアー2020ランドのスケジュール、コンサート開催ガイドラインについて、そして会場ではどのようなウイルス対策が行われているか、おまけとしてコンサート応援マナーについての注意とお願い、チケット販売規約違反についてお話ししていきたいと思います。今からお話しする内容はもちろん皆さんが調べたら出てくる内容ではあるんですけれども、いろんなページを開いて確認していかなければいけない情報なので、この動画では今回のコンサートツアーについてまとめたものをお話ししていきたいと思います。それではまず今回のスケジュールをお話ししていきます。最初の公演は宮城積水ハイムスーパーアリーナ、公演日は9月5日土曜日、9月6日日曜日、開演時間は両日とも12時30分からと18時からとなっています。続いて北海道真駒内積水ハイムアイスアリーナ、公演日は9月11日金曜日から9月13日日曜日、9月11日金曜日の開演時間は18時から、9月12日土曜日の開演時間は12時30分からと18時から、9月13日日曜日の開演時間は12時からと17時30分から。続きまして新潟ときメッセ新潟コンベンションセンターの公演日は9月19日土曜日と9月20日日曜日です。両日とも開演時間は12時30分からと18時から。続いて静岡エコパーアリーナ、公演日は9月26日土曜日、9月27日日曜日です。両日とも開演時間は12時30分からと18時からとなっています。大阪城ホール、こちらの公演日は10月3日土曜日の1日のみとなっています。開演時間は12時30分からと18時から。神奈川横浜アリーナ、公演日は10月7日水曜日から10月11日日曜日まで。開演時間は12時30分と18時から。こちらは全ての公演で開演時間が同じです。広島グリーンアリーナ、公演日は10月17日土曜日、10月18日日曜日、10月17日土曜日の開演時間は12時30分からと18時から、10月18日日曜日の開演時間は12時からと17時30分から。福岡マリンメッセ福岡の公演日は10月31日土曜日と11月1日日曜日となっています。10月31日土曜日の開演時間は18時から、11月1日日曜日の開演時間は12時からと17時30分からになっています。最後に愛知日本外資スポーツプラザ外資ホールの公演日は11月17日火曜日と11月18日水曜日です。11月17日火曜日の開演時間は18時から、11月18日水曜日の開演時間は12時30分からと18時からとなっています。残念ながら岩橋元気さんは休養中のため本公演には出演いたしません。何卒ご了承ください。公演スケジュールは変更になる場合がありますという記載がありますのでご了承ください。そして今回のコンサート開催ガイドラインですが、ガイドラインの基本的な考え方というのが載っていました。1、会場内の換気を徹底する。2、人と人との接触を避けるべく規制入場、規制退場を実施する。3、マスク並びにスマイルアップシールドを着用する。4、手洗いを励行する。会場内の消毒を徹底する。5、体調確認を実施する。6、会場内に感染者が確認された場合、迅速に情報提供をする。この6つが今回コンサートを開催するガイドラインの基本的な考え方という風になっています。そしてジャニーズ側が会場側がお客様をお迎えするにあたって、これからお話しする内容はお客様に同意いただきますという内容になっています。まずは会員登録内容に変更がないこと、当日公演にご参加される方全ての氏名ご連絡先をご登録いただくこと、新型コロナウイルス陽性判定を受けていないこと、現在医師に自宅待機指示を受けていないこと、開催地域の状況を踏まえマスク、場合によってはスマイルアップシールドを着用すること、会場内で陽性者が出た場合等
地方自治体や保健所から開示要請があった場合、ご登録情報の提供にご同意いただけること、並びに連絡が取れること、以上のすべての項目を同意いただいたお客様にのみ、デジタルチケットを送付することの了承、そして公演当日は公演日前14日以内に政府から入国制限並びに入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航がなく、またその当該国、地域の在住者との濃厚接触がないこと、公演当日外出前に自宅で検温し 37.5 度未満であること、咳、下痢、味や匂いを感じない等の症状がないこと、新型コロナウイルス陽性判定を受けていないこと、現在医師に自宅待機指示を受けていないこと、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がないこと、同居家族や身近な知人の感染が疑われる方がいないこと、マスクを持参し公演中は着用していただけること、主催者より陽性した場合スマイルアップシールドを着用していただけること、会場内で陽性者が出た場合等、地方自治体や保健所から開示要請があった場合、ご登録情報の提供にご同意いただけること、並びに連絡が取れること、衛生面の対応策はマスク等の着用をお願いいたします。入場口及びロビーに手指消毒剤を設置し、手指消毒を奨励します。ドアノブや手すりなど多くの人が触れる部分のこまめな正式消毒を行います。感染予防に関する案内板の設置及び巡回スタッフによる感染防止の呼びかけを行います。トイレはこまめに清掃消毒を行います。お客様の入退場に関して、公演当日は帰省入退場、最寄り駅のご利用時間を指定する場合がございます。整列が必要な場所においてはお客様が距離を置いて並べるよう極力目印の設置を行います。お客様との対面対応が必要な場所においてはアクリル板や透明ビニールカーテン等を設置し、飛沫感染防止策を行います。手荷物検査が必要な場合は目視による確認のみとし、お客様の持ち物に係員は触れません。コンサートのグッズ販売は事前にオンライン販売を実施いたします。陽性者確認連絡、地方自治体保健所等から連絡があった場合情報を提供いたします。新型コロナウイルス接触確認アプリのご案内、厚生労働省が開発した新型コロナウイルス感染症と感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができます。ご自身のスマートフォンにインストールしてご利用ください。そして最後にスタッフにおける対応、入館時の申告並びに確認、会場内で従事する者の所属会社、氏名、生年月日、連絡先を特定する、公演日前14日以内に政府から入国制限並びに入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航がないこと、またその当該国、地域の在住者との濃厚接触がないこと、会場に向かう際外出前に自宅で検温し 37.5 度未満であったこと、咳、下痢、味や匂いを感じない等の症状がないこと、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がなかったこと、同居家族や身近な知人の感染が疑われる者がいなかったこと、新型コロナウイルス陽性判定を受けていないこと、現在医師に自宅待機指示を受けていないこと、お客様への対応、お客様と接する際は必ずマスクを着用いたします。場合によってはスマイルアップシールド、ゴーグルを着用いたします。会場内における換気、清掃、定期的に会場空間の両端、両端の扉や窓を最大限開放した上で、会場の空調設備を利用し換気を行います。会場の換気機能が不十分な場合、扇風機、サーキュレーター等を利用し換気を行います。清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底いたします。以上の対応策を講じて安全にコンサートを開催いたしますというふうに、載ってはいるんですけれども、ここで少し私が疑問に思ったことが、このガイドラインの基本的な考え方はいいとして、私も含めもしかしたら無症状でコロナウイルスにかかっている場合もありますよね。咳、下痢、味や匂いを感じない、そのような症状もなく熱もない、そうなった場合病院に行って検査をしているわけではないので、私がコロナウイルスにかかっていても
わからないまま会場に行ってしまうかもしれないなっていうふうに思いました。そして公演当日、外出前に自宅で検温し 37.5 度未満であること、これもそうですが、もちろんチケット当たった方は自宅で検温していくと思いますが、必ずしも全員が全員しているとは限らないわけじゃないですか。なのでできれば自宅でも検温して、当日その会場でもガンタイプのものとかいろいろありますよね今は、それで検温をしてもらう方がいいのではないかなというふうに思いました。そしてここでこちらをご覧いただきたいんですけれども、皆様に安心してご来場いただくために、体調確認、ご出発前に検温をお願いいたします。これはご出発前に自分で検温をするのも大事だけれども、やっぱり会場でもするべきなのではないかなというふうにね、ここが一番思いました。そしてマスク等の着用、飛沫防止のため会場内はマスク等の着用をお願いいたします。なんでこれはね、必ず行わなければいけないことかなと思います。十分な換気、定期的に会場内の換気を行います。これも大事ですよね。そして情報管理、感染者が確認された場合は速やかに情報提供いたします。ここで私が思ったのは、もし自分が当たってさらにコロナウイルスにかかっていて会場に入れてしまった場合、そこで集団感染というものが起きたとします。私が原因じゃないってなった時に、このコンサートを決行してくださった会場の方もそうですし、ジャニーズ事務所、King&Prince のメンバーたち、そしてファンの皆さん、誰もいい思いしないんじゃないかなって思いました。もちろん King&Prince に会いたいっていう気持ちは皆さん持っていると思いますが、それと同時に私たちまだ待てるよっていう気持ちを持っているファンの方の方が多いと思うんですよ。なので今回はファンの人たちを楽しませようってしてくれる気持ちはすごく嬉しいんですけれども、この前あったような無観客で King&Prince のソロ公演をやるだけでも私たちはとても嬉しかったし、できればそうしてほしいなっていう気持ちがあったりします。そして密集を緩和、これ絶対無理ですよね。時間別の入退場を実施し混雑を緩和させます。オフィシャルグッズの購入は通信販売をご利用ください。このね、オフィシャルグッズの購入は通信販売をご利用くださいってありますが、これはねすごくいいことだと思います。なんなら今までもやってほしかったです。コンサートが開催する少し前にオフィシャルグッズここで販売しますよ、あらかじめここで購入しておいてくださいね、その方が親切だったんじゃないかなっていうふうにも思います。そして定期的な消毒、消毒液を設置しています。定期的に会場内の消毒作業を実施いたします。これもね重要なことだと思います。こうやって会場側もジャニーズ事務所側も考えてくださっているっていう気持ちはすごい伝わるんですけど、今からでもまだ遅くないのでオンラインに切り替えてほしい、有料のオンラインライブに切り替えてほしいです。これはねちょっと切実に思いますね。そしておまけとしてコンサート応援マナーについての注意とお願いです。コンサート舞台をよりたくさんの方に楽しんでいただくためマナーを守って鑑賞をお願いします。コンサートで応援グッズ、うちはペンライト等をご使用の際は胸の高さの位置で使用してください。胸よりも高い位置や前後左右に大きく振って使用すると他のお客様のご迷惑や怪我の原因にもなりますのでご遠慮ください。また公演中に照明や演出の妨げになる高度の強いペンライトや公認のうちわより大きいサイズのうちわ、メッセージボードなどは持ち込めません。本番中を含め会場内の録音撮影行為はできません。たまにねこれ録音して YouTube にアップしている方いるんですけれども、こちらはダメです。録音撮影をされますとデータ内容の確認や消去、公演の途中であっても退場していただく場合があります。また座席の上に立つ、自分の席を移動する、通路を走るなど演出の妨げとなる行為はご遠慮ください。このような行為を確認された際には必ず近くにいるスタッフへお声掛けください。会場アナウンスや係員からの案内がある場合には必ずお守りいただきますようお願いいたします。
ご来場される皆様が楽しく安全に公演をご鑑賞いただくためにご理解ご協力をお願いいたしますという記載があります。そしてチケット販売の規約違反について、チケットの不正売買盗撮行為等が報告されています。コンサート舞台会場にてご本人様確認のため、会員証本人確認ができる証明書を確認させていただく場合がございます。係員がお声掛けさせていただいた際はご協力くださいますようお願いいたします。また会場内に録音撮影機器等を持ち込むことはできません。録音撮影等の行為が発覚した場合は会員規約に基づき、会員の地位やそれに伴う一切の権利を自動的に失うものとします。なお裁判所や警察署などの公的機関から法律に基づき正式な照会を受けた場合は、弊社は規約に基づき個人情報を開示いたしますのでご了承ください。本当にチケットの不正販売とか盗撮撮影、多くの方がしていないけれども少数の方々がしています。さらにそれをツイッターや YouTube にアップロードするということも以前はありました。こうやってコンサートを開催してくれるのとっても嬉しいけれども、こうやって開催するごとにたくさんいろんな決まりが出てきてしまうので、ダメなものはダメです。そして映像として後で見たいなとか、ここ聞きたいなっていうのはちょっと期間空いて DVD 発売すると思いますので、それを楽しみに待っていただきたいなと思います。King&Prince の本人たちもね、喜ばない行為だと思いますので、決められたことは守って楽しく過ごしましょう。ただ本当に今回は私もすごい King&Prince に会いたいっていう気持ちもありますし、自分がコロナウイルスだったらうつしてしまうのが怖い、うつされるのが怖い、そういう気持ちももちろんあります。 Twitter とか見てるとキンプリちゃんに会いたいけど今回は我慢するとか、今回応募するのはやめるっていうようなね声がたくさんありますので、そうやってねファンの皆さんに思わせてしまったっていうのはどうなのかなっていう気持ちもあります。もちろんサードコンサートアルバム発売決まったのはとっても嬉しいです。私もだけどっていうところですよね。すごい今回のコンサートツアー発表は複雑な気持ちでした。皆さんが今回のコンサートをどういう風に思っているのか、もしよろしければコメント欄で教えてください。そして先ほどもお伝えいたしましたが、今回のツアーのグッズはオンラインストアでの販売が決定しています。2020年7月24日の金曜祝日からオンラインストアで販売が利用できるということになっておりますので、楽しみですね。ティアラの皆さんがどのように思っているのか、いろんな意見が聞きたいなと思っています。それでは今日はこの辺で、以上アルティメット工房のサミでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。一番大事なことを忘れていました。会員チケット料金は1枚7200円、ご当選された場合別途申し込み手数料700円、ページ手数料140円が必要です。1回のお申し込みで1公演4枚までの受付です。括弧3歳以上はチケットが必要です。また2歳以下でも2名につき1枚のチケットが必要です。着席ブロックをご希望の方はこちらをご確認ください。車椅子をご使用の方は申し込みの際に必ず車椅子のご登録をお願いいたします。付き添いの方もチケットが必要です。2枚以上でお申し込みの場合、座席の間隔を空けてのご用意となる場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてお申し込みの流れですが、1お申し込み、申し込み開始は7月28日火曜日12時から、申し込み終了は8月3日月曜日12時まで。2、抽選結果、8月12日水曜日以降にご案内。3、お支払い、8月14日金曜日23時59分までにご入金。4、同行者情報の登録、
初日会場1から3週間前よりご来場される同行者情報を登録。5、入場に関するご案内。ご当選会場初日公演3日前までにご入場時間等をご案内。6、ご入場に際しての確認事項。公演当日、ご来場前に確認事項をチェック。7、ご入場、デジタルチケットでご入場という流れになります。